平野省おすすめの神奈川県ビーチマクドナルド新 CM たっぷり行こうぜ海編ナンバーアンダーラインアイの夏の魅力全開真っ赤なオープンカーと夏の海辺平野翔とナンバーアンダーラインアイのドライブ CM 撮影裏話真っ赤なオープンカーが夏の日差しに輝く海辺を走り抜ける運転席には笑顔でいっぱいの平野翔が座り 隣には神宮寺雄太、そして後部座席には岸雄太がリラックスして座っている。この光景はまるで映画のワンシーンのようだが、実際にはマクドナルドの新しい TVCM、たっぷり行こうぜ。海辺の撮影風景だ。この CM はナンバーアンダーラインアイが登場し、彼らの元気な姿と楽しそうなドライブが描かれている。CM の背景には、 夏の海辺での楽しいひとときを過ごすというコンセプトがあり、視聴者に夏の魅力を存分に伝えている。撮影のエピソードにも興味深いものが多い。例えば、神宮寺雄太が運転するシーンでは、彼が普段から車を運転することが少ないため、少し緊張していたというエピソードがある。しかし、その緊張もすぐに解け、撮影はわきあいあいと進んだ。ガン・ユー太の愛されキャラによって、 現場は終始、和やかな雰囲気に包まれていたという。このようなエピソードは、CM を見た後に知るとさらに楽しさが増すだろう。今回の CM の見どころの一つは、新しいチキンマックナゲットの限定ソースだ。夏季限定のソースは、普段のソースとは一味違った風味で、ナゲットをより一層びみしくしている。CM では、ナンンバーアンダーアダラインアイのメンバーがこのソースを試し、 その美味しさに驚くシーンが描かれているこのシーンは視聴者にとっても興味深いポイントであり新しいソースを試してみたくなるに違いないさらに CM の BGM には「Isit Me」や「Square Underline One」といった楽曲が使用されており夏の爽やかな雰囲気を一層引き立てているこれらの楽曲は n o Underline i のエネルギッシュなパフォーマンスを象徴するものであり CM 全体の雰囲気を盛り上げているまた CM の撮影は寒い時期に行われたというが n ーアンダーラインアイのメンバーは笑顔を絶やさずナゲットソースをたっぷり楽しんでいたというこのプロフェッショナリズムは彼らのファンにとっても誇らしいものでありさらに応援したくなる要素ださらに n ーアンダーラインアイのメンバーがそれぞれの夏のおすすめスポットについて話すシーンも見逃せない 平野翔は神奈川県の美しいビーチを紹介し、神宮寺勇太は山間部の涼しい避暑地を推奨している。岸勇太は都心から少し離れた静かなカフェを提案し、そこでは美味しいコーヒーとともにリラックスできると話している。これらの情報は、視聴者にとっても夏の計画を立てる際の参考になるだろう。CM の最後には、ナンバーアンダーラインアイのメンバーが仲良くナゲットをシェアしながら、 楽しそううに笑いい合うシーンが描かれているこのシーンは視聴者に夏の楽しさを思い起こさせ友人や家族と一緒に過ごす時間の大切さを再確認させてくれるそして CM が放映されると SNS では「ナゲットと緑ジンソーダで最高のコラボ」や「撮影エピソードのナンバーアンダーライン愛たち可愛いい赤いハートは紫ハート」といったコメントが飛び交い多くのファンが CM を楽しみにしている様子がうかがえる 特に、ナゲットがいまくりますおんどりおんどりおんどりナンバーアンダーラインアイナゲットの CM 再び万歳というコメントには、彼らの人気の高さが感じられる。さらに、撮影のエピソードが SNS で共有されることで、CM の裏側にあるストーリーが視聴者に伝わり、より一層親近感を感じることができる。例えば、 スタッフさんダウン着てるしワンちゃんももこもこ服着てるね雪結晶寒い時期の撮影なのにナンバーアンダーラインアイは笑顔もナゲットソースもたっぷりでさすがです楽しい撮影エピソードありがとうございます赤いハートは紫ハートといったコメントは視聴者が撮影の過酷さを知りながらもメンバーの頑張りを応援する姿勢を示しているこのように CM の成功には視聴者との双方向のコミュニケーションが重要な役割を果たしている 視聴者が CM を見て感じたことを SNS で共有することで、CM の効果は倍増し、多くの人々に伝わる。これにより、視聴者は CM を単なる広告としてではなく、一つのエンターテインメントとして楽しむことができるのだ。この CM はナンバーアンダーラインアイの魅力を存分に引き出し、マクドナルドの新しいチキンマックナゲットの限定ソースを PR することに成功している。 視聴者は彼らの楽しそうな姿を見て、自分たちも夏の海辺で楽しいひとときを過ごしたいと感じるだろう。そして、CM の影響で多くの人々が実際にマクドナルドを訪れ、新しいソースを試してみることになるだろう。この CM が放映されることで、ナンバーアンダーラインアイのファンはもちろん、マクドナルドのファンも新たな楽しみを見つけることができる。夏の海辺でのドライブというシンプルなテーマながらも、 そのの背後には多くの努力と工夫が詰まっているこの CM をきっかけに視聴者は夏の計画を立てる際の新たなアイデアを得ることができ友人や家族と一緒に過ごす時間をより一層楽しむことができるだろうそんな風に夏の楽しみ方にはさまざまなバリエーションがありますナンンバーアンダーアダインア i のメンバーが示してくれたように海辺でのドライブだけでなく 自分の好きな場所や活動を見つけることが大切です例えば、平野翔が紹介してくれた神奈川県のビーチは、美しい景色と爽やかな風が魅力です。友人や家族と一緒にビーチで過ごす時間は、日常の忙しさを忘れさせてくれるでしょう。砂浜で遊んだり、波と戯れたりするだけでなく、ビーチバーベキューを楽しむのも素敵なアイデアです。また 自由太が提案した山間部の避暑地も暑い夏を快適に過ごすための素晴らしい選択肢です自然の中でリラックスしながらハイキングやキャンプを楽しむことができます夜には星空を眺めながら焚き火を囲み心地よい時間を過ごすことができるでしょうこのようなアウトドアアクティビティは日常のストレスを解消し心身をリフレッシュさせるのに最適です キシユタの推奨する静かなカフェも夏の楽しみ方の一つです。都会の喧騒から離れて落ち着いた雰囲気の中で美味しいコーヒーを楽しむことができます。読書をしたり友人とゆっくり会話を楽しんだりする時間は忙しい日常の中での貴重なひとときです。カフェ巡りをすることで新しいお気に入りの場所を見つける楽しみもあります。さて、 これらの場所や活動に加えて、夏をさらに特別なものにするためには、自分自身の興味や好みに合った計画を立てることが大切です。例えば、アクティブに過ごしたい人は、サーフィンやスキューバダイビングといったウォータースポーツを楽しむことも一案です。新しいスポーツに挑戦することで、夏の思い出が一層色鮮やかになるでしょう。一方、もっとリラックスしたい人は、 ビーチリゾートでのんびりと過ごすのも素晴らしい選択肢です。ホテルのプールサイドで読書を楽しんだり、スパで心身を癒したりすることで、日常の疲れをリセットすることができます。また、海辺のリゾートでは、おいしいシーフード料理を堪能することも楽しみの一つです。そして、何よりも大切なのは、一緒に過ごす人たちとの時間です。家族や友人、恋人と一緒に過ごす時間は、 どんなな場所や活動よりもも貴重なものですナンバーアンダーラインアイのメンバーが CM で見せてくれたように笑顔でいっぱいのひとときは何よりも心に残る思い出となるでしょう。最後にあなたはこの夏どのような場所でどんなひとときを過ごしたいだろうか。ナンバーアンダーラインアイのメンバーのように海辺での楽しいドライブを計画してみてはどうだろうか。あるいは 新しいチキンマックナゲットの限定ソースを試してみるのも一つの楽しみ方だ。夏の楽しみ方は無限大であり、あなた次第でその楽しみ方も広がっていく。さあ、この夏を思いっきり楽しんで、新たな思い出を作ってみてはいかがだろうか。